どうも、梶ヶ谷拓哉です。今日はですね、iCloud のバックアップの方法を紹介したいと思います。前回 iCloud のバックアップの動画をアップさせていただいたんですけれども、ちょっと情報が古くてですね、今回最新版という形で、この2018年版を出したいと思います。それではですね、まず iCloud バックアップを取るのにあたってですね、この iPhone がどれぐらいのデータを使っているのかっていうのを確認をする必要があるので、まずそれを設定から見ます。設定アプリを開きます。で、下の方に一般とありますので、一般を開きます。で、iPhone ストレージを開きます。これを見るとですね、今 iPhone 全体、これまあ 256GB なんですけれども、 256GB のうち 136.7GB を使ってますよっていうのがここに書いてあります。なので、iCloud にバックアップを取るときに、元々の iCloud の容量は 5GB しかないので、 5GB にこの136を取ろうと思ったらもう全然入らないんですね。なので、この136をまず覚えておいていただいて、一回戻りまして、この設定の一番最初の画面の中で、一番の名前のところですね、ここを開きます。はい。で、ここに書いてある iCloud というところを開きます。で、今ですね、現状 iCloud は 5GB のデータなので、136、137だとですね足りないので、このストレージを管理というところを押します。で、このストレージを管理を押すとですね、 iCloud で今 5GB のうちですね、 3.5 はもうすでに使ってるよっていうのがこれで分かります。なので、5GB で例えばですけども136なので、すで、に使ってる部分以外の部分が136、まあ、137空いてないと入れられないので、この場合はですね、かなり足りない状態です。なので、その場合はストレージプランを変更をします。はい。で、無料で使えるのが 5GB なので、これをですね、136、137だと、この50だと足りないので、この 200GB の方にしないと足りないので、こっちにします。で、この 200GB を選んだら、月額これ400円なんですけれども、これをですね、 iCloud にデータを置いてある状態で、毎月これが400円かかりますので、例えばまあ極端な話すると、機種変更の時だけデータを移してしまって、iCloud からバックアップデータを消してしまう、例えば、まあこっちからこっちにこう、まあ、機種変更しますよと。そしたらこれで1回 iCloud で 200GB を借りて、その 200GB でデータを全部バックアップ取って、そのバックアップ取ったデータをこの iPhone に入れますというのを、例えば作業として終わりましたと、こっちにも全て入ってますよっていう状態になった時に、 iCloud からデータを消しちゃって、これ月額料金を400円から無料の方に戻してしまっても、こっちにもデータ全部移ってますので、まあ、ただバックアップデータないだけで、こっちにデータ移してるので、もう応急処置として移すためだけにとりあえずもう iCloud を使いたいという方は、ここで、200GB とか、50GB とかを選んでもらうといいかなと思います。はい。で、これで今 400GB を選んでますので、この状態で OK の場合は右上の購入するを押します。はい。で、ちょっとパスワードを入れます。で、購入手続きで、まあ今のパスワードは、Apple ID のパスワードなので、アプリを買うときにいつも入れてるパスワードですね。それを入れて、購入手続き、ストレージがアップグレードされましたと、なったら、これ購入完了になりますので、これで OK を押すと、さっき見せた容量でいうと、まあ、200GB なくて 5GB だったんですけど、ここの上がですね、この 200GB という表示になって、使用済みはそのうち 3.5 なので、まあ、190いくつか、空いてますよね、もうこの状態で。なので、この iPhone の本体の、容量 136.7 ですかね、はもう全てバックアップ取れる状態になってますので、この状態で、さっきのこの iCloud の設定項目ですねに1回戻っていただいて、その下の方にある、iCloud バックアップというところを押します。で、今 iCloud バックアップ自体はオフになってますので、これをオンにしまして、はい。で、 iCloud バックアップの、条件なんですけれども、 iCloud にバックアップを取るのに必ず必要なのが Wi-Fi 接続です。 Wi-Fi 接続をしてないと iCloud にバックアップ取れませんので、まあ、例えば家に Wi-Fi がある人はそれでいいんですけれども、もしない方は Wi-Fi がある場所ですねに行ってバックアップを取らないといけないので、それだけ注意してください。で、この状態でですね、Wi-Fi につながっていればですね、今すぐバックアップを作成っていう選択肢が出てきます。で、これを押すと、今から
バックアップが取られます。136.7 ギガの全てを今から1から取り出せますので、これ多分ですけれども、まあ、1時間とか場合によっては2時間3時間とか、Wi-Fi の環境によってはかかることがありますので、時間にゆとりがあるところ、ある時と、あとは、まあ、バッテリーにゆとりがある時ですね。もしバッテリーが全然足りないよっていう場合は、モバイルバッテリーをつなぐとか電源がつなげる場所とかでやっていただくといいと思うんですけれども、で、このバックアップを作成が終わり次第、ここにですね、今ちょっとまあ画面の横のが出てると思うんですけども、最後のバックアップは何時何分、まあ、何月何日の何時何分に取れてますよみたいなのが出ますので、そしたらその段階までのバックアップを取れてます。で、一番いい方法はですね、新しい iPhone 例えば買いましたってなってですね、新しい iPhone を買ってきてから古い iPhone のバックアップを取る、で古い iPhone のバックアップが取れたらそのデータを新しい iPhone に持ってくるっていう作業が一番おすすめです。よくあるんですけれども、一回バックアップを取ってもう下取り出しちゃって古い iPhone がない状態で新しい iPhone だけやるって方が多いんですけど、そうするとバックアップに万が一失敗とかをしていた場合はやり直しが効かないので、もうどうすることもできないんですね。なので下取りをする方はデータ移行が全部終わってから後で下取りで持っていくっていうような、まあ、作業にしてもらうといいかなと思います。で、こんな感じです、バックアップを作成中ってずっと出てるので、あとはもう待ち時間です。で、この iCloud バックアップの説明なんですけれども、これはある条件で、自動的にバックアップがもう毎日のように取られるっていう風になるんですけれども、その条件で言うと Wi-Fi につながっていて、電源ケーブルがつながって、まあ、電源で充電されているっていうのと、あと画面がロックされている、画面が暗くなっている状態ですね。この3つの条件が重なると自動的にバックアップを取られるようになりますので、例えばこう家に帰って毎日こうバックアップ このボタンを押さなきゃいけないのかっていうと、家で Wi-Fi が飛んでいればあとは2つの条件、電源ケーブルと画面が暗いっていうのはもう日常的になっていると思いますので、そうするともう勝手にバックアップが取られると、毎日のように取られるので、万が一途中で何かこうトラブルがあってデータが消えちゃったりってなってもバックアップデータからまた元に戻しますよっていうのができますので、そこら辺も気にしながら、iCloud を毎月契約するのか、まあ、応急処置的に1ヶ月2ヶ月だけやるのかっていうのを決めてもらえばいいかなと思います。はい、これちょっとまあ今の終わってませんけども、これが、まあ、全部までいって、最後のバックアップ、まあ、いついつって出たら終わりですので、これで、バックアップが完了になります。で、このバックアップデータを復元するっていう作業はですね、また別の動画でも紹介してますので、そちらを参考にしていただければと思います。こんな感じでですね、かじがや電気店の方では、家電製品とか iPhone の情報を提供してますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた。